くれうれほえおーなるカッパーマンなんだカッパーマン。はいどうも皆さんこんにちは、ハークです。ドラゴンクエストビデオ2やっていきます。では早速ね、この行動の奥、ここですね、こっちを進めと言われたんでね、まあどうだっけ、どうここ集めるとか言われたんで、まあどんな形か、え、なんかスケッチ様かね、おう、おお、お前らついてきちゃうの。ペロに怒られた。おいらやっぱり一緒に行くぞ。一緒に行って行動の中案内するぞ。でも行き止まりなんだけど。ん？おお、また地震か。この島はずーっと地震の絶えない島なんだぞ。ゴールドラッシュが終わってもずっとなんだぞ。地震が絶えない島って大丈夫ここ。うん、それにしてもだぞ。思ったよりは壊れてる。地震のせいというより、これは魔物、マジ魔物いんの？昔は鉱石だらけでどこを掘っても溢れ、マジでいいな、それは。何かおかしいと、鉱石がなくなったり、ただの石、岩、え？ただの石になってるって何？あれは、あれは？なあ、なになに？あ、通路塞がってるぞ。上に落ちてきた土砂に埋まったみたい。おお、土砂を壊して道を作ってほしいぞ。あ、マジ？爆弾を置けと。楽しいこと言うやん。これ、ここに置けと。はい。逃げろ。これ絶対やべえやつ。お、みんな見てる。おお！威力えげつな！そんなに威力すごいの？すごいぞ、アーク。行動を抑えてどうしたか壊れたぞ。いや、威力でしょ、これ。威力？気持ちいい、これ。すごい楽しい。いいぞ、アーク。道を作ったけど、どうしたか壊した。壊して作ったから、ちょっと強打。そういうことね。まあ、壊して作るのはいいと。回収しておくといいだ。オイラたち、アラクレが使ったら爆発に巻き込まれた。あの酔いとか言うんじゃねえ。よし、オイラと、少しだけやる気が出てきたぞ。もっと奥に進んでみるぞと。そうそう、行動では、地図を返そうと。おー、そういうことを。その地下とか、その地上とか、そういう感じ。うん。おーね、パッドで、L1R1 でフロアマップを切り替えることができる。ああね、上層とか地上とかね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、とりあえず進んでって、で、また道塞がってたら爆弾で壊せばいいってことですかね。緑のドラティ。緑のドラティがいる。もう敵がいるんだね。お、何？にゅお。ん？壊れた柱があるぞ。どれ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 ？ああ、え？あ、これ。ここは天井刺さる柱が壊れてみた。あ、天井崩れて危険。マジで？木材の壁で。おー、天井が崩れて危険か。あー、そういうことか。この間とかね、そういうこと。じゃ、この手で、手も、よいしょ、こうして、こうして、あ、間違えた。ここが崩れると、もう今更感あるけどな、もう。もうこんだけ、閉じ去ってたら、もう壊れそうにもないけど、柱を直した。うわーって。すごいな、これ。すごいぞ、ハーク。天井素材柱を直してくれたんだな。はいはい。助かったぞ、ハーク。なかなかいい柱の直しっぷりだ。この先、きっと鉱石がある。あ、マジで？もうある？ん？木の大槌じゃ壊せない。ああ、銅とか石炭なら。まずは大木槌で銅を一つ手に入れてみるんだぞ。ついでに石炭も取るといいぞ。じゃあ、いきなり銀とか金とかは壊せないと。その、マイクラ的な要素があるの？その、ほんとに？カンカン言ってるよ、カンカン。あ、ここあんじゃん。これじゃん。これか。これが多分銅。もうなんか銅っぽいもん、見た目。これどうでしょう。オッケー。銅を手に入れた。やっぱこれが銅だよね。よしよしよし。お、なんだ白。おー、なんだそれ。ひょっとしてそれが銅ってやつか。あの、ツルツルだった。オッケー、残りやつと。じゃあ、ここのやつと。よいしょ、おいおいおい。あ、もうあと、あ、全部集まった。うわー、近っ。モンロに言われた銅、5つ集まってんだな。じゃあ、1個も早く地上に戻るぞ。もう戻る？鉱山働いてんだろ？もっと残って鉱石掘れよ。まあ確かに。お、マジで？残ってくれんの？じゃあ任せるわ、あと。銅とか頑張って取ってね。ここで、あ、宝箱あった。宝箱ある。あれは開けなければ見つけたんだから。はい。何？爆弾でした、中身。よし、じゃあもう宝箱も持って帰ろう。よし。じゃあ、地上に。戻れる？地上拠点？オッケーオッケーオッケー。じゃあ、あとはね、あの人に、どうやら何やら掘ってもらってね。お、ここにオンだけども。ここにオンだけど。どこにおる？よしよしよし。こいつはすげえ。おーはー、行動を進んで銅を集めてきてくれたんだな。
どれどれその像、早速俺に見せてくれ。はい、どうぞ。おお、これはまさにオッカムルの像。やはり行動に少しは残っていたんだな。あなたたちが行動に行ってる間、ゴルドン、話を聞いておいた。何でもゴルドンは鉱石があれば力をつ、確かにそう言ってたからね。ここをゴールドラッシュで賑わった頃の鉱石だらけの山に戻せるそうよ。え、マジでそんな、まさかベロ、アイゾンどう、やっちまうのか。あら、まあ確かにね。まあせっかく壊してくれたからね、行動への道を。まあ上げてしまっても、それどう、めっちゃ元気あんじゃん。本当は金欲しい。金あればゴールドマン、マジでゴールドマンになるの。でもどうあれば俺、カッパーマンとかあった?いいか、はい。おお、ありがとう。じゃあ、お前にその銅を俺に投げてくれ。はい、くれうれ。はい。おお、なる?カッパーマンになるの、カッパーマン。カッパー、お、え、そこだけカッパーマン。いや、すげえ、ストーンマンがカッパーマンに。頭だけですよ。頭だけじゃねえか。頭だけどうになってどうすんだよ。俺、恥ずかしい。え、千個もいんの?やばいでしょ、千個って。ひょっとしたらこの人も、いや、どうなんねえだろ、あいつ。おい、来た。ん?でも大量の銅持ってきたぞ。これで、どうだ?何個?千個?もしかして。三個じゃねえかよ。三個でどうするんだよ。まあね、確かにね、一人当たりなじま、一人で千個集めるっていう方が無理な話ですよ。しめ、慣れたこと抜かすんじゃない。指導許してあげて。鉱石が、ん?暗い、怖い、筋肉の重労働。何よりやる気が大切なの。だったら俺が、指導ならやりそう。それもいいけど、私に一つ考えがあるの、銅を集めるとっときの作戦よ。何?鉱山で働いたことのない私たちが銅千個、まあ確かにね、千個とかはまた無理ですよ。と、失礼。あらぐれたちにやる気を出してもらって、鉱山を掘ってもらうしかない。そのためには、ああ、バー作ってさ、こいつらが1000個集めれんの?やる気の問題っていうことでしょ、要するに。あそこにある潰れたバーの跡地が見える?まずあのカウンターの上にシェイカーを置いてバーセットを作ってみて。シェイカーを作るには銅の加工が必要になるわ。OK。どこにある?ああ、カッパーマンね。どうあれば俺カッパーマンになれる。あと1000個とかだって、これだって銅で1000個ってことは金も1000個いるってことじゃん。うん、どうしたビルダー、ニコニコ楽しそうな気があって。いや、ちょっと作り方をね。シェイカーを作るために金属を加工する方法。ここはハーモン兄弟の教えてものづくりが禁止されてしまう。俺も鍛冶屋仕事をやめにしたんだ。この鉱山街は発展していたが地下だったせいか教団の試合を強め、そんな昔じゃないと、最近なんだ。じゃあ教団の試合はもうすっかり根付いている。俺たちはみんな教団信者なのさ。とはいえだ、ペロの頼み、ペロの頼みならもうみんなやってくれるね。インゴット、これもじゃあマイクラ的な感じか。最初ローを作って、ああね、その加工しないといけないんだね。一回ローの作り方、金属のインゴットを作ることができる。ロー置いてみな。何がいるのかな、石とか。石か。じゃ石、これ石、これ何、これ何、これアイアンの壁。じゃあちょっと、とりあえず石をちょっと、あ、これ石か。石はどこにある?絶対8個以上ある。完璧。こんだけあれば作れるでしょう。よしよしよし。よいしょ。で、作ると。1個でいいよね。まあ、お、ピーンって。おお、そっから始まんの?これ、おお、作った。で、これを取り出しまして。で、お、でか。どこに置こうか。まあ、真ん中は邪魔か。真ん中邪魔だから、まあ、ここら辺でいいかな。よいしょ。ぬお来た。お前さん、ローを作ったのか。恐ろしいことし、恐ろしいとか言うんじゃないよ。銅のインゴットを作るんだ。銅をぶち込めばいいのかな。銅。作る。ん?石炭がいる。石炭か。石炭を取りに行ってこいと。ちょっと石炭取りに行ってきまーす。よし、とりあえず、石炭を集めてきたんで、これでインゴットができるね。よし。おお、そんな感じなんだ。あ、で、待つと。結構時間かかるね。お、できた。よいしょ、受け取る。これでインゴット完成かな?で、バーセットを作って、あ、来た来た来た。おお、石炭と銅でインゴットを作りやがったんだな。なんと恐ろしいビルダーだ。これから金属が手に入ったら、まずはインゴットにしてから加工するんだ。加工に使う石炭は行動で取れるからな。
それにしてバーを作ってアラクレードもやる気でどうにかなんのって話ですけどね。ハーク、どうした？ペロ。あ、ベロか。あ、ペロか。シェイカーも作れるわ。シェイカー作ったらバーのカウンターの上に置いてね。え、バーセット作れと。じゃあ、シェイカーが何個いるのかな？お、シェイカーをひらめいたの？これは。よいしょ、書いて。シェイカー。容器か。じゃあ、とりあえずシェイカー、1個でいいっぽいね。シェイカーが、これか。で、1個。銅だけで作れるんだ。よし。で、置くと。ここか。はい。バーセット。おー、できたバーセット。作ったよ。ありがとう、ハック。バーセットを作ってくれたのね。これでみんな少しはやる気が出せるはずよ。ハワーって。店長。店長が一番やる気出んじゃねえの？こんなところにバーセットが。これで皆さんにルビーラを振る舞います。どうぞこちらに、こちらに。まあ、少ないけどね、ちょっと。おー。おはは。悲しいな、なんか。父のアーマンがバーを経営してるのは話したわね。めっちゃ飲むじゃん。鉱山堀で疲れたアラクレがバーをやる気、バーでやる気を蓄えてまた行動に入っていく。私はまだ小さかったけど、あの頃は父もみんなも輝いていたわ。おー、めっちゃ飲むやん。何杯飲むの？父のバー再建の夢も叶えられる。きっと島をあの日の姿に戻せるわ。ハーク、お願い。あ、お願い、ハーク。私と一緒にバーを再建して、島にゴールドラッシュを復活させて。いや、まあ、それはもちろん、はいですよ。あなたってやっぱり優しい人ね。さすが憧れのビルダーだわ。憧れてんだ。さあ、そうと決まったら、あとは鉱山で働く人手をどうやって指をするか。ミルズとマシュマ、あれ、2ティで1000個集めるっていうのもきついよね。達成。いやー、人集めか。どうしたの、ハーク、そんなニコニコして。人、もう、ベルの力しかないんじゃないですか。おー、やっぱり、ビルなのかね。あそこにある古い金がそうなのね。なんであっこあんだろうね、この島にも。集めたものづくりのかけらで、ビルダーの金を鳴らせば、ものづくり力が人が集まると。それじゃあ、早く、あの金を早速鳴らしてみて。お、溜まったね、今ちょうど。ここの、皆さんのハードル溜まりました。よいしょ、ベルを鳴らす。行け、力を込めて。よいしょ。とりあえず今、レベル1になったのかな。よし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 。人来るかね、これで。そもそも人いんの、ここに。モンゾーラみたいな感じで。イェーイ。お、来た。同じようなやつが来た。新しい仲間ができた。もう見分けつかねえよ。お、なんだ？ひらめいたね、また何かを。はい。たくさんのレシピ。おー、階段とか。おー、いいね、ウエスタンスドア。これバーの入り口になるのかな？食器とかね。あー、革袋。ほうほうほう。わー、なんですこの鐘の音は。すごいわ。鐘の音に引き寄せられたのが荒くれ。もう、顔の色しか変わんねえけどな。作りたくて作りたくて仕方がない。作れるものはたくさんひらめいたのね。銅の食器に樽にガラス瓶、バーに使えそうなものばっかりね。銅の手ぶらに銅の壁か。これじゃ銅をどんどん集めてこないのか。すいません。新しい場所にして新しいものをどんどんひらめいてやがる。どうやらやる気満々なみたいだな。もうビルだってのはとんでもねえぜ。なんだか俺たちが目が覚めたぞーってね。イエーイ。パーク、新しくやってきたアラクレたちには早速話しかけてみましょう。はいはい。金の塔に誘われて来てみたら一体どうやってやがる。さらになんだこの激しい鉱石臭。鉱石臭って。何ビルだ。これからみんなでバーを作って鉱石掘るだぞ。おい、お前ら教団のお偉い方に報告だ。こいつらハーモン様の敵だぜ。お、来た、ペロ姉さん。お前はペロちゃん。何お前ら、もうみんな友達じゃん。私、ハークと鉱山を復活させるって決めたから、あなたたちも手伝いなさい。学校。何でも前、鉱山からほとんどの鉱石が出てハーモン教団にものづくりが禁止されて、わしら幼いペロに後ろ筋肉後ろ筋肉って何それ。いくらペロの、ね、お願いでも。そんなこと言う、捨てられねえって。だが、あんのかよ。密かに鉱石を掘る。今日から俺たちはこの鉱山で働くぜ。お、アラクレたちが仲間に加わった。もうアラクレいるけどね。本当にもうあの顔が黄色いかちょっと茶色いかの違いぐらいだよね。わかりにくいわ、モンゾーラの時より仲間。はい、すごいのねって。
ありがとう、ハーク。鐘を鳴らしたら本当に荒くれが来たわね。これで行動を掘り進められるわ。ハークさん。あの鐘の音とあなたのものづくりで我々4人は気がつきました。ものづくりのビルダーの素晴らしさに。俺たちはたった今からハーク、なんか同じようなこと言ってるね、モンゾーラの時と。お、来た、筋肉。マッスルポーズばっかやってる、あいつら。ふふ、よかった。これでみんな準備ができたよね。ゴルドンが心配してたわ。これからのことを話してあげましょう。オッケーオッケーオッケー。もうゴルドン、頭だけカッパーマンだからね。カッパーマン。はい。おう、ハーク、ペロ。俺に鉱石をくれる方法決まったか？大切なことだから、ハークもよく聞いて、どう？話を聞く準備はいい？まあ、準備いいですよ。まずはバーを作って、アラクレたちがやる気、バーでどうにかなんのかな？そして取れた鉱石をゴルドンにあげれば、いつかゴルドンの力が戻る。ゴルドンの力が戻れば、ゴールドラッシュが復活して、島に金や銀や銅が溢れ出るってわけ。ゴールドラッシュってそもそも何なんだろうね。おう、ペロ、それ、すごくいい考え。やっぱり俺、お前好き。でも、わずかに残った金、行動の奥底にしかない。まず俺、カッパーマンになると、もう1000個ってきついよね。早速、バーの設計図を書いてみて。バーね、結構、大変なんじゃない？やっぱ木を作るよりかは簡単と思うけど。はい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 。どれぐらい？ああ、それぐらいか。まあでも、何がいるんだろうね。銅の壁とか、かな、また。あ、だね。銅の壁こんなにいるの？めちゃくちゃ銅いるんじゃん、じゃあ。よしよしよし。素晴らしい。これこそが私が求めていたバーです。確かにこんなバーがあり、俺たちのやる気も上がる。コース的な採掘にはもううなぎ登りだな。でもちょっと、待つんだぞ。あ、まあね、そうだよ。銅ないよ、これ。たくさん鉱石を掘っていくには壊れた行動を直していかなきゃダメだぞ。よし、それじゃあ、俺のお願い、これ。あ、お前が出すの。行動を復旧しよう。鉱山が、ん？行動が破壊され、行動を復活すればもっと奥まで行ける。ああ、バーを建てよう。素敵なバーを作るべし。バーがあれば荒くれ、やる気が出る。どう？ 1000 個。やっぱ5人しかいないんだよ、今、荒くれ。5人で1000個もきついけどね。この鉱山街に活気が戻れば私のバーも繁盛することでしょう。ボーイやバニーでもいてくれるやな。いや、それよりまず荒くれの量を増やすべきだと思うよ、俺は。そんな簡単なことでやる気が出るくらいの。おっと？すごいこと言うぞ、こいつ。本当にペロー。いいのか？本当にいいのかよ。亡くなった私のままバニーとしてお店に立っていたわ。私一度バニーになってみたかったの。そうか、ペロがバニーになってくれたら、おいらたちものすごく嬉しいぞ。いやまあ一人しかいないからね、女の子。やっぱり今はダメ。おっと、今私がバニーになったら満足してやる気、ああ、まあ確かにね、もう満足だもんね。バーができて行動の復旧が終わったらなってあげるわと。うひょ、ペロ、そのこと。こいつらは何なんだ。みんな頼む。ペロがバニーになるためだ。必ず行動を復旧してゴルドンが言うのそれ。ゴルドン、お前もかよ。なんだよ、こいつらのもう目的変わってるよ。バーを再建するんじゃなくて、もう、ペロをバニーにさせるためっていうね。バーを盛り上げるため、最大にして最重要の目標ができた。ハーク、よろしく頼むぜ。早速ですが、ハーク。まずは、おめえに鉱石を管理してもらうために、必要な場所を作ってもらう。鉱石か。アラクレは夜、バーで力を蓄えて。あ、やる気か。朝になったら行動。じゃあもう寝ねえじゃん、お前ら。夕方になったら集会を開いて、その日に立てた上がりを報告。おー、そうか。そこで、おめえには毎日上がりを報告しつつ、鉱石をしまっておく。あ、集会場を作ってもらうと。集会場って言ってもそんな大したもんじゃねえ。広場に鉱石、あー。ゴールドの横にランプがあるんだろ？ランプか。え？どれだ？あー、あの、ちょっと階段のところかな。収納箱3つ置いてくれ。ここか。収納、あ、待って、収納箱とか作ってないね。まあでも木材はいっぱいあるから、収納箱ぐらいは簡単に作れるけど。よいしょ。で、作って。で、まあ3つ置けと。まあこれぐらいならね、お茶の子さえさえですよ。よいしょ。はい、終わった。はい、終わり。はいはいはい。よいしょ。うお、収納箱3つ置いてくれたのか。これで荒くれ。こんなんで集会場完成すんの。よし、ハーク、おめえに改めて説明しておく。おめえが行動を復旧してくれれば、マシモが荒くれを引き連れて、鉱石を掘る。
その上がりを毎日夕方に集会で報告する。そんでゴルドにその日の分をくれてやる。せっかくの功績をくれてやる。ああ、まあね。ゴルドンが復活したら行動復活するっていう意味がわからないけど。報告は毎日夕方になったら金属をチンチンに叩く音で始まるんだ。行動は暗くて時間のかかる。ああ。音を合図に地上に戻ってきてもいいかもな。そういうことか。じゃあ勝手に集めてきてくれるってことでいいの？それは。よし、アーク。早速、マッシモと指導と一緒に。あ、俺らもまあ、復旧は行かないといけないか。アラクレの管理を担当するぜ。コードのことはおめらに任せた。うん、わかったぞ。ペロに喜んでもらうためね。コードを進む安全を祈って4人に筋肉実施。筋肉実施だと。なんだそれは。指導はいい感じだが、まあね、確かにね、ヒョロヒョロは認めるわ、ちょっとは。さあ、これが筋肉実施だ。何それ、何それ、やってみろって。なかなか面白い。こうか。指導やってるよ、指導はやってるよ。なんだお前ら。やめてくれ。せいじゃねえよ。さあ、次はハークだ。筋肉実習やってみろ。お、ここで選択肢。やるしかないよな、でもこれは。もう。やんのかよ、お前。やれてんじゃん、でも結構。おお、めちゃめちゃ、いい感じじゃないか。これでハープと指導も島の荒くれだ。あ、こんなんで？もう荒くれになっちゃった。何これ、なんだっけ、やる気が出たぞ。こんなんでやる気出んのかよ、お前ら。よーし、みんな行くぞーって。行ってらっしゃーい。お、行った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 。行くねー。あ、一人しかついてってないよ。お、来た、ペロ。ペロどうした？ハープ、行動に行くのね。はい、これ。お、何？お弁当！マジで？ありがとう。焼きキノコってこれ弁当なの？なんかおかずだけくれたよ。お、お？なんだ今のは、ペロから弁当もらうなんてずるいぜ、ハーク。許せねえ。さっさとマシュマロって行動に行きやがれ。マシュマロ行動つ、そんな怒んなよ。マシュマロブレーキをよく見ろよ。そんなに怒んなくてもいいじゃん。よし。じゃどうしようかな。ちょっと、区切りがいいんで、今回はここで、一回切ろうかな。じゃあ次回は、行動の復旧をしていきたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。